第31教育飛行隊は航空自衛隊航空教育集団第1航空団霊下の飛行訓練部隊。1989年に T-4 練習機の一番目の飛行隊として浜松基地で新編され T-4 による基本操縦過程の教育を行っている。1980年代の航空自衛隊における操縦教育体系では 1> 第1初級操縦過程を T-3 初等練習機で70時間。第2初級操縦過程を T-1A、B 中等練習機で80時間。基本操縦過程を T-33A 中等練習機で100時間。戦闘機操縦過程を T-2 高等練習機で100時間行われていたが、T-33A の旧式化は否めず。 後継機として開発された国産の T-4、中東練習機が1988年7月28日に、防衛庁長官から部隊使用承認が付与され、同年10月1日に、浜松基地で臨時 T-4 教育飛行隊が新編された。臨時 T-4 飛行隊では、1年間の T-4 の運用試験が行われ、12名の学生パイロットを、 対象に試行過程の教育を実施した。1989年10月2日に臨時 T-4 飛行隊が改編され、第1航空団例下に第31教育飛行隊が発足した。第31教育飛行隊では、足屋基地の第13飛行教育団での基本操縦過程終了者を対象に1コース約5名の学生パイロットに対して、 約6.5ヶ月の教育期間に80時間の操縦訓練を行うシラバスを実施しており、ウィングマーク14号は戦闘機操縦過程へと進む。舞台マークは黒と木のチェック体に青のストライプ。なお、同じ浜松基地に所在する第32教育飛行隊と機体の管理、識別を容易にするため、シリアルナンバーの奇数号機を第31教育飛行隊、 多摩数号機を第32教育飛行隊に配備している。ありがとうございます。